まず、キーノートを起動し、新規作成を選択し、お好きなテーマを選んでください。次に好みですが、動画にするサイズを選びます。初期は4対3のサイズですが、横長の16対9に変更することができます。16対9の方が YouTube にアップロードするのに適しています。今回は文字だけ入力して動画を作成してみます。フォントを変えてみます。フォーマット、テキスト、フォントで好きなフォントを選びます。いよいよアクションをつけます。アニメーションにはイン、アクション、アウトがあります。インは表示する時の動きをつけます。アクションは表示された後の動きをつけます。アウトは消える時の動きをつけます。いろんなエフェクトがありますので、プレビューで確認しながらお好きなエフェクトを選んでください。エフェクトつけたら動画として書き出します。メニューからファイル書き出す、クイックタイムの順に選択します。フォーマットから動画の画質を選びます。 1024×768720p1080p の順に高画質になります。高画質だと綺麗ですが、ファイルのサイズが大きくなります。お好きな画質を選んでください。そして名前をつけて保存します。これで完成です。完成した動画はこちらになります。写真も同じような操作で動きをつけられますので試してみてください。